カムバックトゥハリウッドは2020年のアメリカ合衆国のクライムコメディ映画。ジョージ・ギャロが監督、彼とジョシュ・ポスナーが共同脚本を務めている。ハリー・ハーウィッツが1982年に監督したザ・カムバック・トレイルのリメイク作品であり、ロバート・デ・ニーロ、トミー・リー・ジョーンズ、モーガン・フリーマンが出演している。2020年にモンテカルロコメディ映画祭で、 特別上映され、アメリカでは2021年に劇場公開される。B 級映画プロデューサーのマックスは、映画好きのギャングのレジーから資金を調達して、新作映画2、23は殺し屋を制作するが、教会関係者の批判を浴びて大こけしてしまう。レジーから金を返さなければ殺すと脅されたマックスは、プロデューサーとして成功していた弟子ジェームズから金を、 借りようとするが、彼からマックスが、オスカー間違いなしと、太鼓判を押す脚本、パラダイスの権利を譲るように求められる。マックスは役柄に合わない俳優フランクを起用しようと、するジェームズの提案を拒否するが、オイ・ウォルターに説得されて、脚本の譲渡を約束する。ジェームズは、マックスとウォルターを、フランク主演映画の撮影現場に招待するが、ウォルターの不注意で、フランクが、 事故死したため撮影が無期延期となる。ジェームズが撮影中の事故を理由に多額の保険金を受け取ったことを知ったマックスはパラダイスの上渡契約書への署名を拒否し借金返済のために俳優を撮影中の事故に見せかけて殺害して保険金を手に入れようと格索しレジーを説得して新作映画の資金を手に入れる。マックスは事情を知らないウォルターと共に 老人ホームに入居していた落ちぶれ西部劇、スター・デュークを主演俳優に担ぎ出し、新人のメーガンを監督に迎えて、新作映画、西部の老獣誌の撮影を開始する。彼はデュークに危険なスタントをやらせて、自己死させようとするが、悪運の強いデュークは、自己死を免れて、順調に撮影は進んでいく。レジから自己死の報告を催促されたマックスは、 デュークの控え室になっているキャンピングカーでガス爆発を起こそうとする。しかし、ウォルターから撮影途中の映像を見せられたマックスは出来栄えに感激して本意し、デュークを助けようとして自分だけ爆発に巻き込まれてしまう。意識を取り戻したマックスは事情を知ったウォルターと言い争いになるが映画を完成させることで考えが一致し、デュークを守るために撮影現場に戻る。 撮影現場には痺れを切らせたレジーが現れ、デュークを殺害しようとしていた。マックスはデュークを連れて逃げ出すが、レジーに追い詰められてしまう。レジーはデュークを殺そうとするが、往年のスター俳優を殺すことをためらってしまい、そこに、ウォルターが駆けつけて、これまでに撮影した映像を彼に見せる。映像の出来栄えに満足したレジーは、デューク殺害を中止し、マックスは映画を完成させる。 公開された西部の老獣誌は大ヒットを記録し、マックスはウォルターやジェームズ、レジーと共に念願だったパラダイスの制作を決意する。撮影現場でのモーガン・フリーマン、カッコ内は日本語吹き替え2019年5月に制作が発表され、ロバート・デ・ニーロ、トミー・リー・ジョーンズ、モーガン・フリーマンの出演とジョージ・ギャロが監督を務めることが明かされた。同月にはザック、 ブラフとエディ・グリフィンの出演が発表され、6月にはエミール・ハーシュの出演が決まった。同月上旬から7月にかけてニューメキシコ州で撮影が行われた。2020年10月9日に第19回モンテカルロコメディ映画祭でプレミア上映された。アメリカでは11月13日に公開される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、 公開時期が2021年に延期された。ロッテントマトズには11件の批評が寄せられ、支持率45%、平均評価6、10となっている。ありがとうございます。